いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらの水栓金具を交換していきたいと思います。交換するのは TOTO さんの TKY01305ZA ということなんで、こちらですね。もう、品物はですね、はい、シールテープもしっかり巻きました。はい、5、6回巻いてますね。はい、ということでこちら今古い水栓金具、はい、だいぶくたびれてますけれども、こちら今外していきます。はい、使うのはねモンキーレンチ、軽くね今ちょっと緩めてますんで、はい、こんな感じでねすぐに外れます。はい、どっちに回せばいいかな。はい、あ、閉める方向に行っちゃいましたね。なのでこっちですね。はい、はい、こういう感じで、はい、緩めていきましょう。本来ならばねこう8の字になるのが一般的なんでしょうけれども、はい、ね、この下下がりになってますね。はい、よいしょ。まずこれをしっかり外していきます。はい、手で回るぐらいになりましたね。はい、ということでね、まず片側からしっかり、はい、角度が悪かったかな。はい、でまずこれを引っこ抜きますよ。はい、こう抜きましたね。はい、これはもう処分、廃棄処分ということでね。はい、これはまずこちらに置いときましょう。はい、では、今ねあらかじめ水抜きはしっかりしてますんで、はい、水が出ることはありません。で次、続きましてこちらね、これをどん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 外していきます。はい、いう感じでね、まずよし、リッチさんのやつかな、どこのやつですかね。はい、多分そうだと思いますけども、この配管のね中をちょっときれいにするやつ。はい、こんな感じでねちょっときれいにして、そして、はい、一度ね汚れを取りましょう、しっかり。こちらがお湯で、こちらがね水になります。はい、で、今こちらのねどこにあったかな、これか、ちょっと一度これねつけちゃったんですが、切っちゃいましょう。
はい、肝心のねカッターが今手元にないという、はい、なので一回ちょっとねはめ込んでみましょう。これね何回転するかっていうのが大事なんで、はい、まず1、2、ちょっと硬いんでね、やっぱり一回外しましょう。これね、はい、ああすぐ取れちゃいますね。はい、ねこれを取るには、はい、いい道具ちゃんと入ってましたね。ちょっとカッターが手元にないので、まずはねこれで一回ちょっと取りましょう。はい、取るのにねこれも時間をかけてるとあれなんですが、まあ、このようにね取れます。はい、で何をやるかっていうと、一度ね何もシールテープつけない状態で何回転するかっていうのをまず確認していきましょう。はい、まず1回転、2回転、3回転、はい、3回転したらもう何でしょう、硬くなっちゃってるんでね、もうこれ以上回っていかないんで、まあ、4回転はいかないというところになりますね。こちらね水側、はい、ということで、あまりねネジ山入っていかないと、こちらは4回転いかない。じゃあこちらお湯側やってみましょう。よし、こちらのね流しはなんかお客様の方でいろいろと、ご主人、お亡くなりになられたご主人がなんかいろいろ工事されたと、水道の方もねされたということで、とてもね、はい、そのような作業されるというのは素晴らしいことですよね。はい、まず1回転したかな、2回転もしないですよね。結構きついですよねこれね。はい、きついんでね、もう一回これちゃんとブラシで、はい、なんかすごいサビが、お湯側の方がねサビがすごいですね。これも鉄管なんでしょうかね、こちらも銅管なのかな。はい、かなりの、はい、こんな真っ黒にねなってますから、これは結構、サビがね蓄積されていると思います。はい、ご覧の通りね、でまた何もつけない状態でやっていきましょうかね。はい、綺麗に、うわ結構こう指を入れてもですね、そうですね、なんか当たるところがあるんでね、これ下手するとちょっと、水漏れの原因に、ね、なっちゃうんで、ちょっとここは無理しないで、やっていった方がいいかなと思いますね。
と見てみましょうかね。こんな感じで、はい、ネジ山の部分にもサビがすごく固着しているように思います。これね、見てください。なので、今回ねこの工事をしても、水の流れがちょっと良、くなるかという、お湯の流れがね良くなるかというとちょっと微妙なところなんですが、指入れてもこれこんな感じでね、はい、たくさんサビの塊が出てくるようなので、はい、これね新しいやつ汚したらまずいんで、これしっかりね取っていきましょうね。ここまで取れるか分かりませんけどね、あんまり中無理しちゃうと、はい、このね配管傷めちゃって、はい、逆にね変に水漏れしてもまずいので、これ本当に注意しながら、はい、で引き続きねこの中の汚れをちょっと取っていきましょう。そしてまた同じようにねこの、はい、何もシールテープつけない状態でまた回していきましょう。どこまでいくかですね。はい、もう1回転しただけで結構きついですもんね。はい、もうこの時点で、まあ、手ではもういかないということでね、はい、無理するとちょっとあれなんでね、ただもう本当にちょっとしか入ってこない感じがしますんでね、これ本当に奥、そうですね、今指入れたらですね小指ここまではもうでサビの塊がある感じですね。今ねこれをちょっと本来はもうちょい取りたいけれども、ちょっとねマイナスドライバー持ってきましょう。はい、はい、ではねこの中のサビちょっと叩いてみましょう。使う道具はねハンマーとこちらねマイナスドライバーで、先端がね尖ってるやつなんでちょっと軽くいきますよ。はい、どうでしょうかね今なんか、はい、こんな感じで今軽くやってみましたけども、はい、あっとだいぶなんか砕け散ったような気がしますね。ちょっとほじくり出してみましょう。はい、これでねブラシでちょっといきましょうね。はい、指入れてみるとそれでもやっぱりね奥の方にね、はい、ちょっと指、うわーこれ真っ黒、見てください、ここまですごいすごいすごい、これねやっぱりしっかり取ってあげないと。はい、奥のねエルボーのところにも、結構蓄積してますね。はい、ちょっとねできるだけ、はい、せっかくね新しくするのに、そのままねサビそのままっていうわけにも当然いきませんのでね、これも指汚くなっちゃいますけども、とにかく、はい、しっかりサビ取っていきましょうね。これねまずかき回して、そしてこれでグリグリやりながらね、はい、本当に無理すると配管にね穴開いてしまうともう全部壊してやり替えなきゃいけないんで、はい、まずねとりあえずこれがしっかり収められる状況にしましょう。はい、ということでもう一度何もテープをつけない状態で回してみましょう。1もう1で回らないですもんね。これはもうちょっと大変な状況なんで、はい、無理しない方がいいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。で1回、12あれ2か、はい、古い方はねしっかりちょっと回っていくので3回転ぐらいしかいきませんねということなんで、はい、3回転で4回転3回転ということで、はい、それ以上無理しないということにしましょう。はい、ではテープを巻いていきます。
はい、ね、巻く方向だけちょっと間違わないようにしましょう。はい、1回転、2回転で、こうそちらに、ね、落ちるときに少しちょっとテンションをかけるといいかもしれません。はい、3回目、4回目、5回目、はい、6回目ぐらい。まあ、これがねちょっときついんで、はい、あまりねやるとちょっと入っていかないんで、あとこのね山のところ少し爪で押しとくと、以前ねちょっと水漏れさせたことがあるんで、はい、密着をしっかりよくしたいと思います。はい、ね、こんな感じで、はい、ではねつけていきます。はい、これね本来ならもう少し高さしっかりになってればいいんですが、はい、こちらねまずはめ込んでいきましょう。はい、もうどっちか決めちゃったら、はい、もうねこれここでぶつかっちゃうんでね、多分ぶつかりますよねこれね。あ、ギリ大丈夫ですかね。なのでまずこれ1回目1回転で下で合わせるんでね、こんな感じでね。なのでなるべくちょっと最後こういくんで、ちょっとこういう角度がいいと思います。はい、まずこれ1回目で、はい、これで2回転で、もう1回回したいところなんですが、ちょっと今まず隣行きましょう。はい、で、これはねこちらのやつはあらかじめ、はい、ここに、ね、置きますね。はい、テープ巻いてますんでね、こちら水側の方はね綺麗なんですが、お湯側はね先ほどずっとやってましたけどかなり錆びついてましたんで、はい、あんまりほじくるとね配管にダメージが来ると思いますんで、ちょっとこれぐらいにしておきましょう。はい、でまず1回目1回転、はい、ね、ちょっとカメラの角度が悪かったですね。はい、で当たらないね。はい、はい、まずこんな感じで1回転させてますね。4回ぐらい回る予定なんですが、はい、ちょっとねあんまり無理するとまずいんでね、はい、もう1回ぐらい回したいんですけれども、ちょっとこれはねモンキー使っていきましょう。はい、まず手でいきましょうかね。はい、はい、もうこれ以上ね回らないんで、これで1回回したら、はい、もう、はい、はい、もうねこの辺ぐらいでまずしときます。はい、ということでこれご覧ください。ちょっとねどうしてもこちらが下がっててこちらが上がってる状態なんで、どうしても、これをね水平にするとなると、さっきねだいぶこっちにやってましたけども、こちらに戻してこちらを上げ気味にして、そしてこうそうですね、もうちょいねこっち上げたいんで、もう少しこちらもこっちにねやるという風になるとね、ちょっと本来はこっちに戻したくはないんですが、戻さざるを得ない状況にちょっとなってしまいましたんでね。よし、でどうでしょう高さね。今これゴムパッキンはね一回外してますんで、はい、こんな感じでね、はい、もうまたねこれをこちらにやることによってまたこちらも上がっていきますんでね、もうこの程度が限界かなというふうに思います。はい、ね、ちょっと無理しないでまず、はい、こちらねまずパッキンかまして、はい、でこちらもパッキンをかませて、はい、うん、はい、うん、はい、
もうこのぐらいの角度しか多分できないと思うんで、もうこれで水平を取ろうとするとこう行きますね。行くけどもこっちはこっちでちょっと、また上がっていくんで、同じ具合に上がっていくんでね、そうですね、ちょっともうこれ以上やってもダメかなと思うんですが、どうでしょうかね。もうちょい頑張ってみましょうかね。はい、ということでやはりねこちらに戻さなきゃちょっとまずい形なんで、今手締めで軽くしてます。そして、最終的にねこれもうちょいこちらに上げることで少しねこうグッと上がってちょっとこっちに寄るかなっていうところなんですが、はい、あまり無理するとちょっと困るんで、まずね、ゾウさんの鼻、長いのをちょっとフィッティングしてみましょうね。はい、こんな感じでね合わせてみましたけど、まあ悪くないのかなと、これがねもっといくと上がるけども、上がるけどもこっちも同じようにちょっとね上がっていくんで、はい、あんまりやるとねちょっと離れていくんで使い勝手が悪くなるかなと思いまして、ちょっと気持ち斜めってますけども、まあこれはねどうしてもこの、いわゆる配管の高さがこっちが低くてこっちがもうそうですね、2センチほど上がってるんですか、1センチほどね、ちょっとその弊害ということで、はい、このねアームが、長さが違うものがあればいいんですけれども、ちょっと、致し方がないのかなというふうに思います。はい、ということでねまずこれをしっかり締め込んでいきましょうかね。はい、もう上げたいけれどももうおそらく無理でしょう。はい、ちょっとね気持ちちょっとやってみましょうかね。はい、もう致し方ないですね、これで限界かなと思いますんで、ちょっとこれで我慢していただきましょう。はい、均等に左右均等に締めていきます。はい、よし、で長いモンキーでやりましょうかね。こちらエアコンの時にも結構活躍してます。でこのモンキーね、ロブスターのやつです。よし、はい、傷がつくんでねゆっくりやりましょう。はい、中にパッキンね入れるのを忘れないようにだけ。はい、でなるべく私の場合ねここ山が頂点に来るようにしてます。はい、って言いながらこっちがねそこまで、はい、あ、いいですね。はい、山がね上に来るようにということで、はい、あとねここですね、ここをしっかり締めましょう。はい、こういう形でね多分 OK なんじゃないかなと思います。はい、ちょっとどうしてもねこれがちょっと高さの関係で、はい、もうこれをねまたこっちに動かしていくとこれも上がるしこっちもね上がるし、ちょっと不格好な状態になるんで、はい、この位置がベストかなと思います。はい、ね、こんな感じでちょうど真ん中にも来ますしということで、はい、まあね、このお湯の方がいわゆる鉄管だったんでね、中サビサビだったんでね、ちょっとまあサビは一生懸命取りましたけど、はい、まあこんな感じに収めてみました。はい、引き続きね通水していきますけどね、ご覧の通りすごいサビ水がね出てますね。これものすごいですね。はい、
はい、綺麗な水出てきてますけども、はい、どうしてもね鉄管なんでね、はい、であとお湯側もちょっと見てみましょうね。お湯側はちょっとねまだ今、もう一回行きましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、続きましてお湯側も見てみましょう。はい、ちょっとこっちの方がひどいかもしれませんのでね、はい、水の方がひどかったかな。はい、ということでね、水、お湯、はい、お湯の出がねやはり悪いのかなと思いますね。はい、ということでね、ここに溜まってるかもしれない。あ、これすごいですね。ここやっぱりね、はい、これですね、見てください。これものすごい、ものすごい量ですね。はい、こんな感じでね、はい、ものすごいサビが入ってましたね。はい、ということでね、まずここ取ったんで、ここにはまあ今溜まってないと思いますね。もう一回用意出しましょう。はい、あ、いいですね。はい、ということでとりあえず、はい、通水完了ですね。はい、こんな感じでねフィルターが入ってますんで、はい、逆かな、はい、先にこれを入れてゴムですね。はい、いうことで、はい、これをね、これはね定期的にお掃除していただくということで、それは今ご説明したいと思います。はい、はい、ご覧の通りね、水の方がすごい錆び水出てますね。これはすごい量の錆びですね。はい、きれいになるまで見ましょう。そしてまたここのね、今これ多分おそらく、はい、これがここにねまたカスが溜まってると思います。見てみましょうね。はい、こんなにねやっぱり溜まりましたね。なので、はい、ご覧の通りね、これを定期的にちょっとお掃除していかないと、はい、前で前でちょっとねもしかして、体に摂取される状況になるかもしれませんし、はい、だいぶ錆び水が、これでもまだ赤いですね。はい、でこれをつけるとね、水流が優しい水流になりますのでね。はい、という感じでね、またちょっと今流してみましょうね。はい、またちょっと色変わりましたね。はい、そしてまたここを掃除してみましょうか。はい、やっぱりね鉄粉ありますね。一度きれいにして洗いましょう。これをね何回か繰り返すことがいいかなと思いますけどね。はい、ということでこれでねいいのかなと思います。はい、また色が変わりましたね。はい、どうでしょうか。まだ色が、はい、はい、まだサビの色が出ますよね、これね。はい、ずっと流しっぱなしにすると今のところね、ただ今なんか水流がまた、おかしくなってきてるんで、この中にまた、はい、鉄粉が、はい、入ってますね。これね、ご覧の通りかなりの量が入ってますんで、はい、これは毎回ちょっと確認して、で水の出が悪くなったらこれを回すと。
回して掃除していくというふうになりますので、はい、お客様に後でしっかりお伝えしたいと思います。はい、いいですね。お湯はね、ちょっとおそらく、少し絞ってると思うんで、少し出が、緩やかなのかなと思います。はい、やはりね、ちょっと赤いのが出てくるのが気になりますけども、はい、ということでね、また以上、ご視聴ありがとうございましたということで、失礼します。